漫画絶叫な、どもども、東方不敗よろさんです。はい、ガチャのお時間でございます。てなわけで今回はロマサガ1発売日記念ウルトラデラックスガチャ、黒様編を分回してまいります。今回こちらのガチャで狙っておりますスタイルは、黒様でございます。黒様一点狙いで分回してまいります。私はガチャを回すしかできない不器用なおっさんだ。だから、こんな風にしか言えない。私は、あなたが、あなたが好きだー、あなたが欲しいー、黒様あすいません、取り乱しました。ちなみに私はレインよりもアレンビー派でございます。はい、どうでもいいですねー、猿又失敬。とりあえず黒様が引けたら即撤退、途中でシルベンとブラウも引けたら万々歳といった感じですな。でもまあシルベンは使う未来が見えないですし。ブラウは結構優秀ですけどプラガチャを引く楽しみを残しておきたいので、ぶっちゃけこの2匹はどうでもいいです。なもんで今回は天井まで行けば勝利が確定しているガチャでございます。やったね。では長話もなんですのでそろそろ参りましょう。私のジュエルが真っ赤に燃える。黒様ゲットとトドロキ叫ぶ。ロマサガ1発売日記念ウルトラデラックスガチャ黒様編。黒様一点狙いの優勝ステップガチャ。レディーゴー！見えたような気がする水のひとしずく。優勝ステップ1の10連目はノーペット。ビリビリ大きめ。しかし爆発ナッシング。はてさてどないでっしゃろかい？続きまして優勝ステップ2の20連目。我が心明鏡止水。されど教授のペットは誰も通らず。続きまして優勝ステップ3の30連目。3回連続のノーペット。しかしそんなことはどうでもいい。今は黒様をゲットすることに集中しろ。わだかまりややましさのない澄んだ心。それが明鏡止水。甘い、甘いぞよろさん。まだまだ修行が足りませんわ。続きまして40連目。マコバにダブルクロス。これはワンチャン。爆発きたあとは黒様が来てくれることを祈るのみ。誰？この感じやと多分黒様ですな。あ、でもセリフがなんか違う気がす。シルベンかーい。いや、わからんて、あの獲得演出わかりにくいって、一人と二匹追って黒様が前に立ってたらこりゃ黒様って思いますやん。てなわけで40連目、マコバにダブルクロスからの爆発演出でピックアップのシルベンゲット。そこまで嬉しいわけではない。いや、私が欲しいのは銀色の玉スペシャールじゃなくて黄金の弓の方なんですわ。まあしょうもないすり抜けスタイルが来るよりはありがたいですな。どこか使えそうなイベントが来たら使ってみたいと思います。まあシルベンは真の姿が来る可能性がワンチャンありえるですからね。その時に必要な技マシンになるかもしれないと淡い期待を抱いておきます。さてさて、これにて優勝ステップ40連が終了。いよいよラストの50連目でございますな。では続けて参りましょう。50連目。なんか来たー！ここでムクチャー登場。これは期待大ですな。ビリビリ大きめ。からの、2枚抜きじゃあ。私のこの手が真っ赤に燃える。黒様ゲットとトドロキ叫ぶ。黒様、来たー。そしてもう一枚。森の奥様案がくればコンプですと思ったら黒様2枚目でした。まあここで熊さん引けたらプラガチャ回す楽しみがなくなりますからね。これはこれでもう満体。黒様の凸ができるよやったー。さあ、これが私たちの門出だ。T
てなわけで優勝ステップラストの50連目、ムクチャーからの2枚抜きで黒様と専用ピース40枚ゲット、こんなに嬉しいことはない。以上、名教師水の心で回すロマサガ1発売日記念ウルトラデラックスガチャ、黒様編でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。